はい、皆さん、毎度毎度。はい、今日はね、アルーリアの白髪染めだね。白髪が少ない方なんだよね。で、白髪が少ないがゆえにね、染めるのが年に3回ぐらいかな。本当にね、1割以下パラパラでしかないんだよね。それで、7番とか使うと真っ黒になっちゃうからね。まあ、9番使うんだけど、白髪が少ないから簡単に染まるだろうと。 なんかそう、勘違いするけど、まあ、勘違いしたときは、白髪が少ないから、塗布量を軽く塗っときゃ染まるだろう。それはねえんだな、意外とな、アルリアの場合は。意外とね、しっかり染めないと、染まらないの。白髪が少ないからって、ちゃらちゃらって塗れば、いいやってんじゃダメなんだよね。やっぱり白髪が多い人と同じ感覚で染めないと、染め残しがある。で、3ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりに染めるから、塗る面積も広いしね。 意外とね、量も使うんだよね。白髪が少なくてもね。まあ、一本、白髪一本にたくさん塗って黒い毛塗るなっていう、そういう考えもあるけど、そんなの無理だからね。やっぱり全体にめんどくさいから、ダバッと塗ってしまう。だからね、結果から言うとね、毎月染めてる人よりも多めに使うようになっちゃうんだよね。3、4ヶ月分塗るし、白髪少ないからといって、ちょっとでも薄く塗ると染まんなかったり怖いからね。 毎月染めてる人だったら 40g 以下だかもしんないけど、こう久しぶりに染める人はね、50g ぐらい作っといて、作業しないと途中で足んないとね、疲れるからね、めんどくさいからね。まあ、この作る量はね、紙の量とかね、その他もろもろで、いろいろ変化するからね、一概には何 g とは言えないけど、まあ、こちらのケースグ何ム作ったかな ?40g 以上作ったような気がするけどね、あの、お兄さん作ったから聞かなかったけどね、こっちもさ、ロングの長げのさ、来てさ、 乾かすだけでもう手まくっちゃうこれで。今日はね、こういう長い人来た時はね、クーラー、冷房をかけてね、室温下げちゃう ?11 月だけどね。髪の毛が乾かないのこそ大変だね。あとほら、アルコールスプレーってね、楽だってやつあれ吹っかけるとね、今かけてるやつ、これね。これ後半にかけると効果あるような気がするね。あんまりビチャビチャしけってるときってあんまり効果なくて。 なんかもうあと、蓋押しぐらいで乾くかなっていう時にこのアルコールスプレー、まあ楽だっていうのね、かけてみると、あれっていうぐらい乾くかな。だけどこれ、体裁よく缶の中に入ってっけど、消毒用アルコールでいいような気すんだよね。ただ消毒用アルコールだとトリートメントリーがね、あの、中和されるって分解されると言った方がいいのか。うん、それがちょっと怖いよね。分解してなくなっちゃうっていうの このロングのお姉さん、もうすでに10センチ以上切ってるんだよね。それで2年ぶりの宿毛矯正か。宿毛矯正はね、かけてしまったんだけど、あとはもう一回ね、毛先揃えて切り口をどうするか聞いてから、まあその微調整だね。左右の長さね、自分で引っ張ってもらって調べるのが一番だね。まあ、ロング系の人はね、 もう自分が左右の長さどうって聞くよりも長さどうって聞いてね、触って引っ張ってもらうのが一番手っ取り早いなって先思ってるね。で、その時の顔つきと指の動きでね、どっちかがどう微妙に長いかみ、見てね、まあ修正入れると。これね、切ってる時ね、本当にね、ここまで腰落とすかというか、もう髪の毛が床についちゃうようなイメージがあったけど、意外と動画で見ると、それほど長くはないね。 このぐらいの長さになると、ほら、後ろの髪の毛を前に出すじゃない胸元に。その時の毛束の雰囲気前上がりなのか前下がりなのかね。まあその時、綺麗に見えてりゃいいんだけど、どうすれば綺麗に見えるかね。まあそれもお客さんと話ししながら、修正するようなんだけどね。あと、どこで分けてもいいように、あの、かけて切ってくれって言うんだけど、これさ、ねこんな高い時にじゃ切れねえよって感じでね。<laughs> あと、カットの切り口、端末の切り口は自然がいつたね、表面にわずかにレイヤー入れて、シャギ入れて。昔はね、ワンレンクス前線の時はね、スパッと切ってたけどね、もう今は自然な切り口だね。別に巻くわけでもないし、た分と縛ってるのが主なのかな。日本人の方じゃないんだよね、ちょっとね。あと最後、お顔周りの触覚も微妙なこと言ってきたね。全部一個に縛るんじゃなくて、やっぱり触覚残してると。だからその辺の、ね。 調整ね。この触角はさ、綺麗にブローしてから切ると仕事早いね。なんかバサついたまんま。まあ、しくも拒かけてもね、ちょっとバサついたりするからね、こういうとこはね。そのまま切ってもね、作風が悪くてね、OK 出ないからね。<laughs> 後ろ髪の毛に虫が止まってんのかな。な <laughs> んだろうね、白いのね。<laughs> クロスが透けて見えてるのかな。お兄さん塗り終わったね。まあ、今日はね、特に喋ることもないし。はい、お疲れ様でした。